初出場した98年フランス W 杯以降、日本代表は過去に6度の W 杯アジア最終予選を戦っているが、最初に2連勝したのは2014年ブラジル W 杯の時だけ。その時はオマーン、ヨルダンとホームで戦ったが、2026年北中米 W 杯を目指す今回はホーム、中国戦の後に灼熱のチバーレーンへ乗り込んでの2連戦だ。画像、このシーン。 本当に感動しました。伊東純也が得点後に見せたピッチ上での意外な行動。9月10日夜19時時点の現地の気温は35度超え。湿度も高く、秋めいた環境で戦っている欧州組にとってはまさに過酷。それに加えて劣悪なピッチ、レーザーポインター攻撃を含めたアウェーの異様な雰囲気など、難しい状況なのは間違いなかった。特に三笘薫、ブライトン、 ガジンドル左ウィングバック、ウェーバーのところはターンオーバーが有力視された。ご存知の通り、彼は第二次森スジャパンでは怪我を繰り返し、昨年9月のドイツ戦、ボルフスブルク以降の代表は長期欠場。1から2月のアジアカップ、カタールではバーレーンイラン戦にジョーカーとして後半途中から出たものの、そこから腰を痛めてクラブでシーズンを棒に振り、 代表の6月シリーズも不参加だった。その悪循環を払拭すべく、本人もフィジカル面を強化。今季はプレミアリーグ開幕からスタートダッシュを切っている。そして中国戦でも1ゴール1アシストと大活躍を見せ、復調を強烈にアピールした。いつもスタメンでできる準備はしてますけど、監督が決めることなので、日本代表とブライトンで求められることも強度も違いますし、 移動が入ってきていろんな調整も入ってくるので、毎回アジャストしないといけない。ただ、そこに対する余裕っていうのは昔よりもあるかなと思いますと本人も自信を見せていたが、前田大然、セルティック、と中村圭とスタッド・ランス、も好調を持続していたことから、三苫はベンチスタートになるという見方もあった。三オ薫が還元するブライトンでの積み重ね、しかしながら、 蓋を開けてみると、中国戦からの変更は久保武房、レアルソシエダ、カラカマタ大地、クリスタルパレス、絵というものだけ。ミトマは今回も頭から左の切り札と位置づけられた。ただ、相手も彼のところは2枚がかりでマーク。スペースを消してきたこともあって、前半はドリブルで局面打開できるシーンは少なかった。それでも彼は大外に位置し、 左シャドウのカマタがポケットを取る動きを繰り返し、揺さぶりをかけていった。意外と相手が引かずに来ていたところもあったので、リスクをあまりかけずに前線に蹴ろうと全員で言っていた。そこからセカンドボールの回収を意識しました。前半36分の上田綺世イコールフェイエノールとの1点目はラッキーでしたけど、 我慢強く戦ったことで僕らに流れが来たかなと思いますと本人も無理に仕掛けに行かずに冷静に戦況を見定めていたことを明かす。そして後半、右の伊藤純也、スタッド・ランスが登場し、攻撃のギアが一気に上がるのを背番号7は見逃さなかった。開始早々に自らがボールをダッシュ、鎌田につなぎ、スルーパスが伊東に通って、 最終的に上田が豪快な反転シュートで2点目を挙げたのだ。自分はウェーバーですけど、サイドではなくて、ペナルティエリアの幅くらい中のところから走ることで、相手も嫌だと思いますし、そこで失っても、すぐに切り替えれば、よりゴールに近い形を作れる。それはブライトンでもやっていることなんでと背番号7はクラブで積み重ねていることを代表に還元してみせた。